役の澤井美優です。セーラーマンキュリー水野亜美役の浜津崎です。私たちの DVD を見てくれてありがとうございました。時はまだそんな喋んなかったよね。喋ってたよ。ちさきちゃんって言ってたよ多分私。嘘。言ってたよ。いきなりちさきなんて言わないよ。私なんて言ってたろう。普通にみゆちゃんじゃない。うさこじゃないんじゃない。私うさこって言ってるね。今はね。うさぎちゃん。うさぎちゃん。でもそうだね。ね。ちさきちゃんって言ってた。嘘。言ってたよ。あ。浜さんって言ってた。あれ沢井様って言ってたじゃん。はい、そうだよね。そうだよね。様つけちょっとね。で、でも最初の方はずっとレイちゃんって言ってた。ケイちゃんは。ケイちゃんって言ってる？今はケイちゃんって言ってる。あ、ケイちゃん、ケイコちゃん。ケイちゃん。私下だから。あんま変わんないけどね、ケイちゃんもケイコちゃんも。やっぱ最初の方がウィウィしい感じ。何事にも撮影の現場でもちょっと初々しい感じがあったと思う、ね、熱い気持ちはセーラーに私が私でいる限りセーラーにあなたを愛し続けたい目の前にあるこの瞬間が生きる場所かいろいろやってるよね。本当セーラームーンでいろんな経験させていただきます。本当に。長いよね。変身が多分一番スパーだもんね私。うん。すごい。髪長い、うん。ハート作れちゃうからね。ね。またこれもすごいよね。でももう5ヶ月経ってるんだよ。そうか。かっこいいね。おかしい。これどうやって撮ったの？横の。どうやって撮ったっけ？そう、うん、なんかふらついてんだよね。
ってこのってこのブーツの名前ってなかった？そうだね、そうだよそうだよ、だから、うん、ぺったんこじゃなかった、うん、勝ち怒ってる勝ったもん。ほんとね、アミちゃんで戦うとき余裕ぶこいてるだってさ、なんだっけ、マーキュリー赤ミスミスト時もさ笑ってるし、変身時も笑ってないよ、戦う時も笑ってる。ユーマを倒すのが好きなんだよね何だって倒したわみたいな倒したもん。あ、そっか。一番手こずったのか。レイちゃん反抗的だね、うん、今思うとすごい、ね、今思うとすごい怖いね。ね、よくウサギちゃんのアタックしてるね仲間になっちゃったね。ね気が変わったんだろうね。ね、似てるっていうじゃん、ウサギとミユ、うん、が、うん、そっくりまあ、アミちゃんは似てる、似てないよね、あれ頭いいとこはで、レイちゃん、レイちゃんもほらなんとなく雰囲気似てんじゃん。マコちゃんもすごいなんかあれじゃん、ミナコちゃんも。ママちゃんさ、本人とさ、ママの時とさ、もしかして違いが大きくない？幻の銀髄書、うん、ね、うん、怪しいでもさ、普通に赤髪似合うよね。似合う。マスオくんがいいキャラですよ。ねえ。でも私あんま話さない。話さない。めちゃくちゃ初っ端もうみんなちょっとね、いいキャラって言ってた。みんな楽しくやってた。そうで、マスオさんが男の子の一番年下か。うん。だから、だって最初は松村さん散々怒ったりしてたのに、すごいもう、ね、お気に入りだよね。お気に入りなんだよね。ちさきと同じか、ちさきの次ぐらいじゃない本当にすごいお気に入りだよね。そうね、すんごい松尾さん頑張り屋さんで一生懸命だからさ、もう本当すいませんと思います。一生懸命だから応援したくなっちゃうよね。頑張れ頑張れ頑張れって感じだよまあでも、まあ、まあ選手が増えて、まあなんかいろんなハプニングが起きて、なんかいろいろあるね。後半とか次が、ね、覚えてる、結構覚えてるのかな。登場人物とかなんかキャラが濃い、濃いっていうか増えたよね、がある。あとみんなの関係性がほらね、すごいこと出されてくるじゃん、ね、1,2,3,4 は仲間集めだったけど、その 3,4,5,6,7,8 がそこかね、みんな仲を ねだんだん映してる感じです、ね、せーの